Acts chapter 11, 10 Peter's vision. About noon the following day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the roof to pray. He became hungry and wanted something to eat, and while the meal was being prepared, he fell into a trance. He saw heaven opened and something like a large sheet being let down to earth by its four corners. It contained all kinds of four-footed animals as well as reptiles and birds. Then a voice told him, "Get up, Peter! Kill and eat!" "Surely not, Lord," Peter replied. "I have never eaten anything impure or unclean." The voice spoke to him a second time, "Do not call anything impure that God has made clean." This happened three times, and immediately the sheet was taken back to heaven.使徒行伝第11章10ピーターのビジョン。翌日この3人が旅を続けて町の近くに来たところ、ペテロは祈りをするため屋上に登った。時は昼の12時頃であった。彼は空腹を覚えて何か食べたいと思った。そして人々が食事の用意をしている間に夢心地になった。すると天が開け、大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には地上の四つ足動物や這うもの、また鳥などトカゲ、各種の生き物が入っていた。そして声が彼に聞こえてきた。ペテロよ、立ってそれらを頬振って食べなさい。ペテロは言った。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度もあってから、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。国籍はわかりませんが、ラーファ GM さんという方からこんなコメントが届いています。使徒行伝第11章ペテロの夢の中に出てくるその物体というのは UFO のことではないでしょうか。今までそれが UFO であるという観点から論じた人はいません。どうか検証してみてくださいと。が、聖書は文字で表現してあるわけです。ですから後の人たちがこのような絵を描いてですね、そして想像したということになるわけですけども、同時に UFO には定型がありません。まさに多種多様、何でもござれということではないでしょうか。で、その方のご質問には何とも答えようがありませんが、聖書の中の UFO といえばですね、エゼキエルの車輪というのがあります。それはまさしく UFO ということになるのではないでしょうか。Mr. Dix wrote to me in relation with
Ezekiel Wears as follows. I and several other people have seen this wheel with our own eyes for a few minutes while traveling near a large body of water a few years ago. The images shown of how the wheel looks are not correct. Instead of circles or eyes along the wheel, it is spinning blades. Unfortunately, we did not have camera or phones and we are quite shocked to see it. It was visible and then not visible every few seconds, and this lasted for maybe 2 minutes, then it was not seen again. It was enormous. 私と何人かが数年前大きな湖の近くを旅行しているとき、私たちの目でこの車輪、つまりエゼキエルの車輪なるものを見たことがあります。この動画の中で示されている車輪は正確ではありません。円の集合体でもなければ、その周囲に目がついているものでもありません。それは刃、つまりブレードが回転しているようなものでした。残念ながらその時カメラもスマホも持っていませんでした。それを見て私たちはショックを受けました。それは 2,3 秒ごとに現れたり消えたりしました。それが2分前後続きました。そしてそれはやがて見えなくなりました。巨大なものでした。ヒロシ、私の友よ、私のパソコンでその絵を描いてみました。 GPS の地図も同封します。広瀬林、浜祭り、ジャパン。こうした情報で何よりも大切なことは、その情報の出どころ、つまり信頼性ということになります。 Right, we're back in business. When you see this map, you know that we're going out on the prowl. Chris, Thomas and Digging Norway is going back to Norwich, back to Frank, Trish and Dave for 4-5 days, couple of days detecting. It's going to be great and see you out in the fields.ディグスさんという方はですね、世界を渡り歩いてコインの収集家としてよく知られている方のようです。で、その動画の一部を今皆さんにご覧いただいています。で、このような金貨も発見したことがあるというようなことをこの動画の中で報告なさっておられます。つまりディグスさんは信頼するに足りる人物、つまりその情報の出所は間違いないと私林博士は判断しました。And we have more goodies for you as well. This beauty is found by the same detectorists, Jackie, on her first trip. It's a groat, a great groat. Henry the VII, we're talking the 1500s. This is. ディグスさんたちがその車輪型の UFO を目撃なさったのはオンタリオ湖の上空ということになります。近くにキングストンという大きな町があります。このオンタリオ湖の周辺をドライブしているときにその車輪型 UFO を湖の上に目撃したというのです。その UFO は車輪型で、そして回転していたというのです。ただあまりにも巨大で、手前の方ははっきりと見えたが向こうの方はぼんやりしていたと説明してくださいました。
またこの説明図によればですね、水色から下の部分が、まあ、水面下にあったということになります。まあ、こんな巨大な UFO がゆっくりと回転しながら現れたり消えたりしていたというのです。ディグスさんのレポートをもとに私の方でイメージ画を作ってみました。まあ、オンタリオ湖ということになるわけですね。そしてこのような車輪型の UFO が現れたり消えたりして、そしてゆっくりと回転していたというのです。中央に赤い球体のような物体がある点に注意してください。同じような UFO を北海道の友人も目撃しています。北海道のその友人は目のようであったと報告してくれました。ともかくもこのような UFO がオンタリオ湖の上空に現れていたというのですね。でさらに私の方で調べてみました。いわゆる車輪型 UFO というのはそれほど珍しくありません。いくつかの写真を集めてみました。今ご覧いただいている写真は、まあ、一応信憑性が高いと思われるものです。まあ、こうした車輪型といいますかリング状の UFO は世界中で目撃されています。ただ中央に赤い球体状の UFO がある UFO は写真としては見つかりませんでした。北海道の友人が目撃した UFO、 そして今回ディグスさんが送ってくださった資料の中に描かれている UFO ということになります。まあ、こうした現在目撃されている UFO をもとにいわゆるエゼキエル書に書かれているエゼキエルの車輪と言われている、まあ、神々の乗り物を私たちは想像するしかありません。ともかくもこうして今私たちがそれを直にといいますか直に検証できるということは大変素晴らしいことだと思います。エゼキエルが見た UFO はこんな UFO であったのかなかったのか想像力が膨らみます。 Mr. Dix, thank you very much for your information. Bye. Ezekiel Wheels. Ezekiel Chapter 1:16. New International Version. This was the appearance and structure of the wheels. They sparkled like toppers, and all four looked alike. Each appeared to be madeLike a wheel intersecting a wheel. エゼキエル書第1章16節。第30年4月5日に私がケバル川のほとりで囚人の人々のうちにいたとき、天が開けて神の幻を見た。これはエホヤキン王の捕らえ移された第5年であって、その月の5日に、主の言葉が、ケバル川のほとり、カルデア人の地で、無事の司祭司、エゼキエルに臨み、主の手が、そのところで彼の上にあった。私が見ていると、見よ、激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に、輝きがあり、
絶えず火を吹き出していた。その火の中に聖堂のように輝くものがあった。またその中から四つの生き物の形が出てきた。その様子はこうである。彼らは人の姿を持っていた。おのおの四つの顔を持ち、またそのおのおのに四つの翼があった。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨いた青銅のように光っていた。その四方に、おのおのの翼の下に人の手があった。この四つのものは、皆顔と翼を持ち、翼は互いに連なり、行くときは回らずに、おのおのの顔の向かうところにまっすぐ進んだ。顔の形は、おのおのその前方に人の顔を持っていた。四つのものは右の方に獅子の顔を持ち、四つのものは左の方に牛の顔を持ち、また四つのものは後ろの方に和紙の顔を持っていた。彼らの顔はこのようであった。その翼は高く伸ばされ、その二つは互いに連なり、他の二つを持って体を覆っていた。彼らはおのおのその顔の向かうところへまっすぐ行き、霊の行くところへも彼らは行き、その行くときは回らない。この生き物のうちに燃える炭の火のようなものがあり、松明のように生き物の中を行き来している。火は輝いて、その火から稲妻が出ていた。生き物は稲妻のひらめきのように早く行き来していた。私が生き物を見ていると、生き物の傍ら地の上に輪があった。四つの生き物おのおのに一つずつの輪である。もろもろの輪の形と作りは光る幾何卵石のようであった。四つのものは同じ形で、その作りはあたかも輪の中に輪があるようである。その行くとき、彼らは四方のいずれかに行き、行くときは回らない。四つの輪には輪縁と幅があり、その輪縁の周囲は目を持って満たされていた。生き物が行くときには、輪もその傍らに行き、生き物が地から上がるときは、輪も上がる。霊の行くところには彼らも行き、輪は彼らに伴って上がる。生き物の霊が輪の中にあるからである。彼らが行くときはこれらも行き、彼らがとどまるときはこれらもとどまり、彼らが地から上がるときは輪もこれらと共に上がる。生き物の霊が輪の中にあるからである。生き物の頭の上に水晶のように輝く大空の形があって、彼らの頭の上に広がっている。大空の下にはまっすぐ伸ばした翼があり、互いに相連なり、生き物はおのおの二つの翼を持って体を覆っている。その行くとき、私は大水の声、全能者の声のような翼の声を聞いた。その声の響きは、お大軍の声のようで、そのとどまるときは翼を垂れる。また、彼らの頭の上の大空から声があった。彼らが立ち止まるときは翼を下ろした。彼らの頭の上の大空の上にサファイアのような位の形があった。また、その位の形の上に人の
姿のような形があった。そしてその腰と見えるところの上方に火の形のような光る聖堂の光のものがこれを囲んでいるのを私は見た。私はその腰と見えるところの下の方に火のようなものを見た。そして彼の周りに輝きがあった。その周りにある輝きの様は雨の日に雲に起こる虹のようであった。主の栄光の形の様はこのようであった。私はこれを見て、私の顔を伏せたとき、語る者の声を聞いた。今から35年ほど前のこと、歯科医師会の機関誌に私がこんなエッセイを書いた時のことです。ショートエッセイを連載していました。キリストは宇宙人であったかもしれないと、途端何十本もの抗議の電話が鳴り続きました。当時はまだそういう時代で、私はそう書きながらも記事の内容について自信が持てませんでした。私はただひたすら低姿勢に謝るしかありませんでした。以来35年ほど、今の私はこう断言できます。キリストはエイリアンに近いハイブリッド種のヒューマノイドであったと、そして処刑されたのは人間もしくは人間との混合種のイエスであったと、イエスはキリストの替え玉だったということになります。で、キリストはともかく、旧約聖書の神々は宇宙から地球への来訪者、つまり ET であったことはもう間違いありません。その証拠の一つがエゼキエル書ということになります。その内容を丁寧に読むと、それはまさしく今で言う UFO であったことがわかります。そこに表現されている UFO は車輪の形をし、車輪の中に車輪があったというのです。しかも極めて現実離れしたメカニックな UFO ということになります。それを皆さんにこうして紹介していますが、ここで重要なことは、こうした事実が現在聖書の形で今に伝えられているということです。そうした事実をこの動画を通して確認していただきたいと思います。というだけでこの動画を終わってしまったら皆さんも満足なさらないと思います。そこであちこちの動画を調べてみました。それがここに紹介している動画です。エゼキエル書の内容と完全に一致するものではありませんが、逆にこうした飛行物体を見たら皆さんは文章でどのように表現するか、それを考えてみてください。その後、いろいろな言語に翻訳されていることを考えるなら、このあたりが限界ということになるのではないでしょうか。それは車輪のような形をしていた。そして車輪の中にはもう一つ別の車輪があって、別々に動いていた。これぞまさしく聖書の中の UFO ということになるのではないでしょうか。それにしても不思議というよりマジカルな形をしていますね。Bye for now. UFO Experiments by Hiroshi Hayashi, September 24th, 2016. Here in this video, I conducted two UFO experiments to examine
if the UFOs in the following videos are real or a fake, though I know it is up to you to draw the final conclusion of it. You be the judge. Thank you and see you again a bit later. 2つの UFO 実験をしてみました。公開されているUFO 動画が本物かどうか知るためです。が、最終的に判断なさるのはあなた自身ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。信頼のおける UFO サイトに紹介されていた画像です。こうした画像を見てどう判断するかは私たちの問題ということになります。それ以上、検証のしようがないからです。それに、最近では、UFO のインチキ動画にしても、さらに手の込んだものになってきています。ロシア発、中南米発の動画には、その種類のものが多いようです。私も、当初、何度か騙されました。で、検証ということになりますが、要するに知恵比べということになります。インチキをする人には、インチキをする人特有のドジというのがあります。そのドジを探し出します。が、その反対のこともあります。あまりにも現実離れしているということで、最初はインチキだと思ってしまうケースです。裏を返して言うと、インチキをするならするで、もう少し現実に近いものを作ったら良いのではないかと思うような、そんな動画です。が、その範囲を超えて、現実離れしている。例えば、先日も紹介しましたが、ある巨人の動画があります。見るからに身長が3メートルを超える巨人です。そんな巨人が、のしのしと、群衆の中を歩いている。そんな動画を見れば、誰だってインチキとわかります。インチキだとわかるから、そのままスルーしてしまいます。つまり、インチキをするならするで、インチキ動画を作る人は、もう少し人を騙しやすい範囲でインチキをするだろうということです。例えば、身長が2メートル50センチ、程度にとどめるとかなど、3メートルではあまりにもありえません。もしそれが本当なら、私なら私が偶然そういった動画を見つける前に周囲で大きな話題になっていたはずです。で、そういう視点で最初にここに紹介する動画を見てください。光の集合体が飛んでいく動画です。光の集合体が夜空を並んで飛んでいます。その動画についてですが、その動画が本物であるかどうかという判断は別にして、その動画はインチキ動画を作る人なら、こういう動画を作るだろうなという範囲に収まる動画です。悪意があれば、こんな動画は簡単にできます。私にもできます。つまり、簡単にできるという点で、本物とは断定できないということになります。偽物とも断定できませんが、本物であると断定するのはさらに難しいという点で、本物とは断定できないということになります。が、続く動画はどうでしょうか。光といっても、言葉でどう表現したらよいかわからないような光です。見るからに奇怪な動画です。細い竹でできたカゴのような物体がくるくると回りながら夜空を飛んでいます。中心部には不規則に形を変える光がゆらゆらと動いています。よく UFO を間近で見たと主張する人はこう言います。この世のものとはとても思えなかったと。私が大変信頼するある人もそう言っていました。最初見たときは黒い雲のようだったが、それがぐにゃぐにゃと動いていると思っていたら、やがて V 字型の
UFO に姿を変えた。とてもこの世のものとは思いませんでした、と。この話にしても、私は最初聞いたとき、あまりにもということで信ずることができませんでした。で、UFO の再現検証ということで、この動画を作ってみました。後者のとてもこの世のものとは思われない竹で編んだ籠のような UFO についてです。つまり、もしインチキ動画であるなら、どういう方法で作ったかと。で、いろいろな情報を集めてみました。その中でも一つ思い当たったのが、子供のおもちゃでした。薄い金属製の紐をつなげたおもちゃです。それをくるくると回すと、シャポン玉のように膨らんだり、縮んだりします。回転数によって複雑に形も変えます。それをここに紹介しますが、そのおもちゃなら同じような形になり、また同じような光を反射することがわかりました。がそこまで。中心の軸を手で回しましたが、動きが不安定で、動画の中に紹介されている UFO とはまるで違います。で、私はモーターにプーリーをつけて回せばよいと考えましたが、回転数をどうするかということを考えているうちに、それ以上の実験をするのをやめました。バカバカしさを覚えたからです。インチキをする人はそこまでするだろうかと、つまりそこまでの能力はあるだろうかと。インチキ動画を作り、人を騙すことを楽しんでいるような人は、そのレベルの人たちです。つまり、そのレベルの動画しか作ることができません。少しでも命、つまり健康で生きている時間を大切にしたいと考えているような人なら、そういった行為が、いかに自分の命を無駄にする行為であるかがわかるはずです。頭の良し悪しではありません。あの、一期一会という映画の中でも、フォレスト・ガンプの母親は、フォレスト・ガンプにこう言っています。バカなことをする人のことを、バカと言うのよ。頭じゃないのよ、と。バカなことをする人のことを、バカと言うのよ。頭じゃないのよ、と。つまり、そういうレベルの低い人を、バカと言います。わかりやすく言えば、バカの人は、そのバカな動画を作るということです。わかりやすく言えば、バカの人はもっとわかりやすいバカをするということです。が、その竹で編んだ籠のような UFO について言えば、そうではありません。現実離れしているのはもちろんのこと、私はあれこれ考えてみましたが、その再現方法がわかりませんでした。よく観察してみると、ゆっくりと回転しているのがわかります。あるいは、そういった模型を作り、手でゆっくりと回しているのでしょうか。いろいろ考えてみましたが、私の結論はこうです。本物とは断言できない。が、偽物とはもっと断言できないです。こういうとき、自分の頭の中で綱引きが始まるのがわかります。イエスか、イエスでないか、ノーか、脳でないかと、四方から自分の脳みそが引っ張られるような感じになります。で、私なりの結論を下します。それはちょうどジグソーパズルのようなものです。ある程度、チップを埋めると、それが何の絵であるかわかるようになります。簡単なジグソーパズルなら、30% から 50% もチップを埋めれば、それが何の絵であるかわかるようになります。100% 埋めなくてもそれがわかります。100% 埋める必要はありません。さらに慣れてくると10% から 20% でもわかるようになります。で、私はこう結論を下しました。これは本物だなと。つまり同じ UFO でも人間でも簡単に思いつくような UFO もあれば、まず偽物と
あるいはそういった UFO で、UFO であれば、まず偽物と考えて良いのではないでしょうか。どんなものでもそうですが、人間はそこに見知らぬものを見たりすると、まず自分の頭の中にある、それに似たものを探そうとします。例えば、銅鏡を鏡、銅鐸を鐘、前方後円墳を墓と決めつける、あの発想です。その方がわかりやすく、未知なるものへの不安をそれで収めることができるからです。反対に何か見知らぬものを作ろうとすると、今度は自分の頭の中にあるものを基本にしてそれを作ろうとします。例えばよく映画の中などでエイリアンが操縦する宇宙船などが出てきます。そういった宇宙船にしても人間の飛行機のコックピットと大変よく似ています。つまりそういった映画を作る人は自分の脳みその中の情報を集めてエイリアンの宇宙船を考えます。だから人間の飛行機のコックピットとよく似ているという範囲のエイリアンの宇宙船を作ります。が、あまりかけ離れてしまうと宇宙船らしからぬということになってしまいます。それを現実離れと言います。で、先に書いたバカな人というのは目の前の現実しか見ることができないバカな人ということになります。そこにある現実しか見ることができないからそういった動画を作る。作って人を騙すことを考える。ほんの少しでも未来を見ることができたら、そんな動画は作らないはずです。時間の無駄、イコール命の無駄。そして一度自分の魂を汚した人は、それを元に戻すために、その何倍もの時間、つまり命を無駄にすることになるのです。それがわからないから、バカというのです。フォレスト・ガンプの母親がそう言っています。話は脱線しましたが、結局はそれを判断するのは私たち自身ということになります。本物か偽物か、つまり UFO か、インチキ動画か、皆さんの判断はいかがでしょうか。